レギュラーシーズンが終わってもなお、球界で一大センセーションを巻き起こした大谷翔平、エンゼルスの話題は尽きない。右肘側副靭帯の損傷と右脇腹痛によって、シーズン終盤は無念の欠場を余儀なくされた大谷翔平。それでも希代の天才は力強く駆け抜けたメジャー6年目に特大のインパクトを残したと言っていい。打ってはア・リーグ最多の44本塁打で日本人史上初の本塁打王に、その他でも打率点304、95打点、オプス 1.066 を叩き出した。一方で投げても2年連続2桁勝利となる10勝、5敗を挙げ、防御率 3.14、ウィップ 1.06 と安定した成績を残した。本塁打王が2桁勝利を挙げる、まさに規格外の結果だった。そんな二刀流スターを称える声は絶えない。現地10月4日には、米スポーツ専門局、FOX スポーツのポッドキャスト番組、フリッピンバッツで、同局のアナリストを務めるベン・バーランダー氏がレギュラーシーズンの MVP に選出した。もっとも、バーランダー氏は、当人の源流をたどるべく来日するほどの大谷翔平マニアだ。それだけに MVP 選出は必然とも言える。同氏は今までに見た中で正真正銘ベストなシーズンとなるところだったと強調。残念ながら内側側副靭帯の損傷のためシーズン終了を早い時期に迎えてしまい、投球が今季は終了してしまったけどねと惜しみながらも、結局のところ史上屈指のシーズンだったと言えると訴え、自らの選出理由を語った。投球面においては、シーズンの大半でサイヤング賞級のパフォーマンスだった。今季の翔平はメジャーで初めて完封もした。打撃面では左打者として逆方向への最速の打球速度の本塁打、6月14日イコール日本時間15日の21号が 116.1 マイルイコール約186年8月キロを放った。完封した日の別の試合に、1試合2本塁打を記録した。打率は3割を超え、オプスは 1.000 を超えている。今年に彼がフィールド上でやってのけた数々のことが、僕には理解できない。まさに、理解不能の異次元さに脱帽といったところか。ちなみに今季の大谷翔平はすでにチームの最優秀選手、MVP、米専門誌、ベースボールアメリカの年間最優秀選手を手にしており、今後も受賞ラッシュは続きそうな気配が漂っている。大谷翔平の FA 争奪戦、本命球団は変わらず。米メディアが示唆、当然のことである。ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手は、同球団と契約更新しない限り、今季終了後にフリーエージェント、FA になる。以前からロサンゼルスドジャースが移籍先の最有力候補として挙げられているが、それはレギュラーシーズンを終えた現在も大半が予想しているようだ。米メディア、スポーツ・イラストレーテッドが報じている。大谷翔平は今季、投手として10勝を飾り、打者としてはリーグ本塁打ランキングの首位を独走する44本のホームランを放つなど、かつてないほど好調なシーズンを送っていた。しかし、右肘靭帯損傷で登板不可になり、さらに右脇腹痛もあって、シーズンを完走できず。それでも、日本人初となる本塁打王が確定した。2年ぶりのア・リーグ MVP を受賞するかどうかに注目が集まる中、今季終了後の去就に関しても話題は尽きない。同メディアはタイトルに、インサイダーはドジャースが、今オフシーズンに二刀流スター選手と契約すると予想、とつけ、ドジャースが何年も彼に対して積極的な攻撃を仕掛けるべく準備を進めてきたことは周知の事実だ。業界の多くの人は彼が最終的にはドジャースに行くだろうと信じているが、それは世界的には当然のことである、と報じ、依然としてドジャースが移籍先の最有力候補であると伝えている。大谷翔平、やはりエンゼルスから移籍が吉。レンジャーズ、シャーザーとデグロム角、飛車角落ち、でも地区シリーズ進出。大リーグのポストシーズン、PS はワイルドカード、3回戦制、第2戦の4試合が行われ、レンジャーズ、第5シード、ガレーズ、第4シードに完勝。2連勝で地区シリーズ、5回戦制、進出を決めた。やはり、大谷翔平はエンゼルスから移籍した方がいいかもしれない。
レンジャーズは先発右腕ネーサン・イオバルディ33が7回途中を無四球の6安打1失点。一気の2連勝で強豪レイズを撃破した。驚きなのは、チームが飛車角落ちの球場だったことだ。サイ・ヤング賞3度のシャーザー、同2度のデグロムとメジャーを代表する右腕コンビが共に故障で離脱していながらの勝ち抜けとなった。ベーシスポーティングニュースは、レンジャーズは最も大物の投手2人が起用できないのに、選手層の厚さで水面から浮上していると報道。大リーグ公式サイトも、ボーチー監督はチームの反骨心を強調したが、確かにレンジャーズはダブルエースを失い、今季は救援に選出された6人中5人が負傷者リスト入りするなどのハードルをすべて乗り越えたと伝えた。デグロムは右肘靭帯損傷でトミー・ジョン手術を受け、来季後半に復帰予定。大円筋を痛めているシャーザーは、今 PS のどこかでの復帰が期待されている。この日の試合前にブルペン入りした通算214勝の右腕は、米紙ダラスモーニングニュースによれば、前回のブルペンでの投球練習は軽いものだったが、この日は本物だった、と満足そうに語った。ちなみにデグロムは2027年まで、シャーザーは来季までレンジャーズとの契約が残っている。ただし、シャーザーは自ら望めば年俸4333万ドル、64億6000万円の来季契約を破棄できる通称、オプトアウト権を保有している。大谷翔平は11月初めにワールドシリーズが終了する翌日、FA 権を取得する。21年にエンゼルスのファンも好きだし、球団自体の雰囲気も好きではある。ただ、それ以上に勝ちたいという気持ちが強いし、プレイヤーとしてはその方が正しいんじゃないかなと思っている、と語っていたこともあり、その去就に注目が集まっている。